仙台市ではきょう新たに人の感染が確認されました。仙台市の火曜日の感染者数は今月313人、436人、526人と毎週火曜日の過去最多を更新していましたがきょうは439人で過去2番目でした439人を年代別に見ると実際未満が最も多く79人 次いで20代が77人、40代が66人などとなっています。